はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。ファイナルファンタジー5ピクセルリマスター、では次元の狭間からですねやっていきます。こいつらまたバックアタックか。ドラゴンゲーツへ前線に出るとマジで死ぬ。そして殴りももう弱いからな、純粋にもう武器の攻撃力が乗らないからね。武器の攻撃力が弱かった時は、まあ、殴りも全然良かったんだけど、今は武器の攻撃力が強いからちょっと素手が追いついていかない。ここはなんか出るかと思ったけど何も出なかった。こっちで出るのかな。ホーム、ここまで来るとは。お前の命はすでに尽きている。スイッチであるこの本に触った瞬間、机の上に乗ってるアパンダ、あまり大きくなさそうだな。で、ちょっと一回ライブラーかけておこう。こいつやることねえな。殴ってよ。さっきの、あ、炎に弱いって言うてもね、クリティカルなんか3倍くらいになってて、今日で去ってきたし、炎がないんですよ。言うてもフォーリーが効くかどうか、だってイフリートとかだって今さらだもん。フェニックスだってさ、やっぱフォーリーだな。フォーリーイズジャスティス、聖なる力が、あ、強い強い強い、全然強いわ。ゲーとりあえず乙女のキース、やることがなさすぎる。くる、なんかここら辺の文句とかはもうただのレベル上げでマスターさせた方が良さそうだな。火力がなさすぎる。弱っ。竜騎士も弱えし、魔法が強いね。レナとファリスが完全なるアタッカーだからな。ドレインいくつ吸い取られる。400か、まあまあ結構だな。カイオンパレベルが半分だった、マジか。でもバッツはもう大して戦力になんないからな。これ反撃してくるなんかで、ちょっと一回ホーリーしまった。ファリスでケアルが唱えてレナでホーリーをかけた方がダメージ効率は良かったな。あ、倒した。ホーリーマジ強いわ。まあ、今はね白魔法中心でいってるからホーリーだけど、フレアの火力もちょっと見たいっちゃ見たいな。これ後ろの本ってさ調べるとどうなの。千年前の本、空より現れし心を持たぬ者、オメガ追ってきたもの神竜、12の武器を持って勇者出してもかなわない。静かな次元に、次元の狭間に眠らせておくべし。ここで書かれてもさ遅いよ。魔導士の書いたギガフレア、パワーを貯めるときに一瞬無防備になる。まあ、それがどう受け取るか。ちょっと待ってね、クルル本当に弱い。どうしよう。使いやすいジョブとしてはまあ普通忍者とかになるんだよね。3まで上げてるからな。だけど補助系をちょっとやってみる。魔獣使い、結局こいつは火力が出せないって銭投げだな。でファイアビュート、せっかく手に入れたんだ。かといってなんか魔獣使い前線に出して大丈夫か。まあいいや、でもファイアビュートは効率攻撃可能じゃないでしょ。だってムチってなんか持ってた。ちょっとムチを見てみよう。ビーストキラーダメだ。効率攻撃可能みたいな感じにはなってないよね。効率攻撃可能だと、あ、でも弓とか別に書いてないんだ。効率でもなんか攻撃力が下がんないのかどうかが分かんねえ。まあいいや、先進もう。ちょっと待って、本を開いて出ればいいの。あ、そうだね。お、すげえ、なんかモヤモヤしてる。
語彙力がなさすぎる、表現がわからん。で戦う、マジかよ。氷召喚バハムド、トライルは無理でしょ。でメガフレア4800で死なないのか、めちゃくちゃ強いな忍者。3200、ちょ当たんねえし。忍者だから回避率が高いのか。でホーリー、白魔道士はホーリーがあるとアタッカーに回せるんでめちゃくちゃ使いやすくなるな。純粋なより回復役だけじゃなくて攻撃にも転ずることができる。ドラゴンエビスジャンプで、ホーリーがただ効かないと終わるからな。よし、オッケー、強い。竜の牙、バッチとかさ、その何にも知らない状況でさ、よくこのさ、その通路とか見えてないっしょ。だって行こうとしたような2人いるし、2人いるときはオーディンで切る。グングニル、グングニルになるのか斬鉄剣になるのか違いがわからん。3500、単品で3500か。じゃあホーリーでよくないか。結論400そこそこ食らうな。ジャンプ、ジャンプってさ、エルメスの靴装備してると戻ってくるまでの時間変わんのかな。まず戻ってこないからね、そもそも台風時間が長すぎる。その間で戦闘が終わるから。そうするとやっぱりエルメスかな、本当に強い。ケアル側はちょっと毎回かけないとヒットポイントが持たないな。あとどこでボスが出てくるか。ここは開けられて全然わからん。これ開かなくない？そうだよね、回っていかなきゃいけないんだけど、意外に行けるところが結構ある。敵が多いときはまあちょっとバハムトだな。33か。リヴァイアさんが20くらいだと考えると、火力は高いけど確かにコスパっていう意味で考えるとどうなんだろうな。ウィザードロッドが装備できればね、属性のあるシルドラとかかければコスパはいいんだけど、いかんせん白魔道士はロッドが装備できないんで、ロッド装備とか、いや無理だ、一枠使っちゃうもん、アビリティを。それはもったいない。エルメスの靴とかいいのがあったな。エルメスって何個持ってる？今さら来るの別につけてもしょうがないしな。ここ右かあまり意味なかったね。で飛ばして召喚で、リヴァイアさんが19、バハムト33、結構違うな。結構違うけど、バハムトでもし一発で倒せるんだったら、まあ、バハムト使っておきたいよね。あとまあ打ち漏らしたやつを倒すって感じか。殴って倒せるからな。66,000円、金を常にチェックして銭を投げられるかどうか。こういうところなんか何もないの。飛ばしの飛ばしの、だってバムだと2回しか打てない。であとは打ち漏らしを仕留める。ソードダンサーはメガフレアで倒せる。デスクローが残るんだ。今のこの中で無知で殴って700ってどうなの。だってバハムトで敵全体で3000当たるからね。だからトールのハンマー、ハンマーって誰、バーサーか。バイキング系がいないからね、ジョブで。でメガフレアでしょ。
もうこれで終わりだわ。マジックバーがない、倒せん。回復したい。あー、なんかあったね、そういえばこんなのが。どうする、これ仕方もできるんだったっけ。やっぱできた気がするな。エリクサ使っちゃおう、いっぱいあるし。まずこっちから、クリスタルのかけらを持つ選手とは違うよ。そうかなった、ここで死ぬんだな。で、まずはライドラ、弱点を確認する。毒に弱い、なるほど、毒か、ないな。ってことはポーリー、今さらバイオもね、どうなのって感じだから。2400か、レナのホーリーでいくつ当たるか。ジャンプ、まあ3600、当たんね、死のルーレット、バッターいなくなる。これさ、自分死ぬの、アポカリオプス自分に当たったら。レナよく当たるな、ルーレットに。マイティーガードとなってきた、マジか、やるじゃないか。とりあえず殴る、ディスペルかけよう。これさ、何がさ効果打ち消されるのかがよく分かんないかな。2600、フラッシュ、全体じゃないんだ、すげえ、全員見えなくなりそうな。あ、効いてる、全員見えなくなってるわ。魔法関係ないからね、ジャンプとか外すのかな、下が見えねえみたいな、飛んだ瞬間。これ絶対当たんないもん、こいつ。当たった、ミサイル、すげえ。ギャー、死んで、もう飛んでっちったよ。回復させようと思ったら回復を拒んだ、まあ、それがでもあいつの望みだ。ジャンプさせてやろう。ホワイトウィンドウかけてきた、いくつ回復する、3300か。じゃあもうそろそろ死ぬってことだ。あ、パイが発見した、900、これで終わりそうじゃん。じゃあまだか、あと一発だ。ホワイトウィンドウで3000しか回復しないってことは、もうそのヒットポイント倍6000しかないってことだからね。あとちょっとグラサン外さないと。22か、黒ずきんって、あ、これでもなんか、あ、1000ポイントだった、倒しといてよかった。まあでもここのセーブポイントがいらなければ倒す必要はないよね。あのじいさんとかがいるのこれ敵だから、まあ、ちょっと一人話しかけてみる、せっかくだし。てか当たったらあれか、戦闘になるのか。これホーリー効く、ホーリー頼みだからな。4000めっちゃ効くわ。全員投げしよう、一回正体を表す。2000、弱、金の無駄だ。だったらホーリー4000、強すぎる。じいさんめんどくせえな、3人いたよね。クリスキャルで200とか、いや単体用のマジ火力が高い、本当にコスパがいい。敵が多いとねやっぱり微妙だけど、打ち損ね。次で終わるかな。赤い靴、まあ、タッチいっぱいな、ぶっ倒そう、密集してる、クリティカル。攻撃力自体は全然高くないね。
あとこれを回してればなんとかなるでしょ。すげえミスんな。なんなの？ムチとか。早い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 。包囲連発。プレスリー。まあまあそこそこだな。それで別にボスってわけじゃないからね。倒した。最後ムチで。いいとこだけ持ってった。でもマジでバッツ。竜騎士すげえ使いづらいわ。火力のジャンプがすねめっちゃ強いわけでもないから。なんか見合った強さはないな。レインボードレス。こいつもそのまま行こう。あかねえ。なんでだ。こいつに話さなきゃいけないのか。調子込まれたんだけど。押し返せ。アースシェイカー。とんどけえかった。月曜。パリスはもうギャルガだな。じゃあ一応ジャンプしとこう。アースシェイカーを回避できるかもしれない。おいいねいいね。追加が出るとそれなりの火力が出る。言うてもそれなりだな。早い早い。連発だよホーリー。まだいけんな。パリスアースシェイカー食らったら危険そうだけど、それはハイポーションで回復しよう。500回復しておけば大丈夫でしょう。とりあえず倒した。マジバッツなんなの。早く竜騎士マスターしたいんだけど。210かかるし。あとだってもう忍者もマスターしてるしね。侍とかもありはありか。それかバーサーか。あとこっちも魔導士系とかになるからね。やっぱちょっと竜騎士だな。竜騎士マスターさせてなんかいいことあるって言われたらちょっとそれは微妙なんだけど。これどうすんだっけ。カエルになればいいんだっけ。どっかで。まあ、まだちょっと先でよかったはず。もう中に入って玉座があるから玉座の間に近づいたらちょっと要注意だな。何倒せない。マジか。サンダカスゲップリザカラ。やーマジか。3連続来る。死んだ。普通に強え。フューリー3000で倒せないってことはバハムート一発で倒せないからね。音がすげえ残るな。でちょっとこっち行って開けられるよね。開けらんねえのか。あこれかスイッチ開いた。一応ショートカットは開通して、ででで、ちょっと待ってね。カエルになっておこう。黒魔法トード座るんだっけ。じゃあこっち行くんだっけ。戻されて、なんか戻されるときだけ普通に戻るんだけど。だいたいさ、こんなところに普通の人間がいるとは思えないからね。何も疑わない。ちょ待って、カエルとか関係ねえし。あ来た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 。戻してくれた。エルメスの靴の方が早かったのか。おっせん当たる。いいじゃんいいじゃん。防御力低いのか。97とかすげえ高え。弱点は特にない。聖なる力に弱ければなホーリーがさらに通るってことだけど意外にいないね。
あ、こっちか。白クロマとさ、白魔法。いつもあれになる。あともうこれで回してればいいや。スピードで勝てるでしょ。大丈夫、300くらい力で押し切る。ハルカルナッソス、名前が読みにくい。ハリカルナッソス、ジャンプしてさ、ホーリーに届かないからね、ダメージが。その間に何発ホーリー打てるんだっていう。倒した。スピードが強い。で、結構マジックパワーは減ってきたけど、もうちょっといけるかな。1000ポイントはでもなかった気がするんだよね。で、ここでもう一回出てくるから、さてどうしましょうかね。ダピンチ黒魔法にしよう。で、フレアの力を見たい。2個ずつエテル使って、ヒットポイントは大丈夫。よし行こう。飛んでる。この先無の封じられた空間。あいつどこをどう歩いてんだ。おー、あとくれ。ちょっと弱。ちなみにライブラー39とか。水の力に弱い。聖なる力に弱い。じゃあ出番ではない。こっちか。普通にさ、ホーリーでいいじゃん。じゃあちょっと回復はでもしておきたいからな。6500か。じゃあちょっとホーリー唱えたい。どんだけ当たるのか見たいんだけど。8800とか。めちゃくちゃ強いんだけど。回復しよう回復しよう。さすがにやるか。バッツはまあいいや。いや、ホーリー弱点力マジ助かるわ。メガフレア、いや強い。死んだ。マジか。マインドブラスト食らっちゃったよ。脳みそ吸い取られた。ちょっと待って、これはまずケアルカが優先、回復が優先。火力高えなこいつ。で、ハイエアレイズ。てか今ジャンプでいくつだった。ちょっと回復に必死で見てなかったな。かまいたちは弱い。なんか強い攻撃と弱い攻撃の差がわからん。でちょっとレナホーリーとないとこで対して回復。ちょっと飛ぶ前に回復してほしいんだけどな。メガプレア、これ3人死んだんじゃないか。うわ、3人死んだ。メガフレアが強いね。メガフレア返せる。これはまずい。ギガフレアのためにパワーアップ。ジャンプした。おー、遅かった。かっこいい。ギガフレア3000とか。ツインタニア甘く見ていた。リフレクリング装備する。返せんのかな。そうするとでもね、回復ができなくなるんだよな。リフレクトリング6個も持ってるんだけど、そんなにいっぱいいらん。ケアルガが唱えられなくなるけど、その分メガフレアが返せれば。だってメガフレアも食らわないってことだもんね。でギガフレアが入る前に蹴りをつけたい。よし、ここは力をしていこう。ゴリ押し。アトミックレイ、アトミックレイ返せるんだ。知らなかった。バッツから4発1100とか。タイダルウェーブは返せないでしょう。さすがに無理だな。でもうここはだって押すしかないもん。メガフレアは返せる。よし、ここでいくつ当たるか。4600か。まあまあまあ、ゴリ押しの足しにはない。9000とか。
メガフェア返せるよ。いいねいいねいいね。こっちもちょっとピンチはピンチだけど、マインドブラストも返せるんだ。結構意外に返せるな。ロキソを吸い取られたとか。なんなのこれ、メガフレアどういうタイミングで撃ってきてんだ。かまいたちは死にそうだ。タイダルウェーブ、攻撃するとタイダルウェーブが来るのか。早えな、ツインタニア。あ、攻撃するとタイダルウェーブが来そうだな。死んだし、ちょっと待って、こいつにめちゃくちゃ苦戦してんだけど。いや、リフレクトリングはでも有効だということが分かったから、やっぱリフレクトリングは装備すべきだな、これ。ま、エルメスなくなるのはちょっと痛いから、痛いけど、この魔術使いマジでいらねえな、そうすると。まあね、かといってなりたいものもないしな。これいこうで、ちゃんと考えるで、考えた結果痛い。600白魔法ポーリー、考えた結果ハイポーションってさ、やることがなさすぎるから。で防御、魔法の反撃がメガフレアなのか、ちょっと見てみよう。ホーリーが当たるでしょ。そんなことなかった。で回復はこれしかない。悲しいけどこれが現実だ。現実を受け入れろ。ポーション買ってくれよかった。やっぱりマインドブラストなんか返せるから、これ問題ない。レナとパリスが生きてればとりあえず火力的には問題ないかな。もうメガフレアも食らわないし、かまいたち、これいくつ ?200、300だよね。いや、やっぱりちょっとエルメスがないと回ってくるのが遅い気がする。これが普通なんだけど。倒した、よし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 、押し切った。いや一番強かったよ、さすがに。次元の門へと道を封じている魔物、お前は強かった、それは覚えておこう。さてこれで中に入れるようになったので、なんか特にどこって出てくるわけじゃないのか。というわけで、じゃあラストフロアに来ましたので、今回はここで終了して、次回また先へ進んでいきたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価していただけると嬉しいです。